これは、うわー、あー、これは、これは勝ったな。これは勝ちましたね。さあ、最後見つけることができれば。おお、下多いね。黒、青、青、緑。あー、これ歌えんな。シュッ。え、はい、またすごい、早すぎない、まじか、今日は早いっすね。これめっちゃ絞れますよ、はい、一緒にいた人とかじゃ教えてください。最初にオラフさんと一緒にいたんで、オラフさん絶対無理。あ、アドミンですよね、うん、さっきピカクロさんの目撃から。あ、そうです、そこから行きますか、ですか。下は多分いないです。下いないですね、うん、ちょっと右上カフェテリアやってましたけど来てませんよ。ゲームはナビゲーションまで思いっきり走って終わりました。じゃあ右、ナビ位置ついてたらゲームです。右か左だね。下い、初手下行ったのが、黒、青、水色、で赤でちょっと遅れてマシャガリさん茶色。あ、そうです、そうです。ちょっと遅れ、でもカフェに死体がないから、そのマシャカリさんのカフェで仮説はないです。はい、だから左全員違う。多分それより先にオレンジ、あと緑が抜けて後ろに、あ、オレンジもいた。はい、オレンジもうストレージの切りのどこまで行ってます。それ見てます。ね、時系列を整理すると、最初畑底くん、俺も下行って、畑底くんがストレージのタスクをやっていて、で僕が先に下に抜けて給油やってる間に畑底くんがエレクトリカの方に行ったって感じです。はい、ああ、スナパイさんどこいましたっけ。俺だから宿舎カフェテリア右上やって、うん、で、何のサボタージも入らないの確認し通した。あ、そう。でもロラしませんか。スナパイさんかロラで行ける気がするんですけど。誰と誰、うん、スナパイさん、ゲンさん、ゲンさんはまずゲン、あ、アリバイ、他にゲン以外でアリバイ、ない方おられないんですよね、一応確認ですけど。あ、マジか。だったら私とスナパイさんロラすれば一郎釣れるんじゃないですか。早いな。どっちから？ゲン一個も助けやってないんで、もう死んでもないでしょうか。いや違う、本当にそれでいいなら、ボタンを押した俺からだよ。あ、オッケー。じゃあスナパイさんからで。あ、ゲン次。マジかよ。いや、スナパイさん。そうでしょ。もう君うちでもいいぐらいだと思ってますけどね。細かいな。ゲンさんから電話出たから、結構ゲンさん白いと思うんですけど。いやー、まだまだ。違ってたらごめんなさい。100したい消しでしょ。ボタン押すタイミングおかしすぎでしょ、そもそも。まあ一応ロラでもいいかもな、今回に関しては。悪勝ってわけでもないし。こんな、なんかゲンとしてはすごくこんな無理やる死に方もないと思ってるんで。いやー、僕釣りたくないですけどね。最後カフェテリアでいて殺せって横にいたんです。立つ立てでも全然殺せなかったから。でも私以外の方にボタンを押して消費されることがある。あれマシャさんが酔ったのにゲイさんが酔ったと思っちゃったよ。あ、僕が酔っていきました。殺せって言ってました。殺せえ、なんか一応なんか他の話していただきますか。私も本当に情報を絶対設計は全部ですね。マシャさんってゲイさん見えてないんですか。え、ゲンさん見えてないですか。ゲンさんって最初どこ行った。左です。ナビに一直線です。あ、右か。ナビゲーション。ナビか。ナビゲーション。誰ともお会いしてないので、もうこれ以上喋りません。すみません。一番整理するべきは、なんかスナパイゲンさんだでいいよねっていうよりも、2人がインポスターじゃなかった場合の可能性をぐらいでいいと思ってる。だからワンちゃん、マシャカリさんがありいるんですけど、まず不可解なのがスナパイさんがカフェテレに絶対したいないって言い切ってるのが一番不可解で、見えないね。そう、何の自信なんだろうって。インポスターだから、そのキルしてないからないで、相方が下に行ってるって情報があるからないって言い切れるぐらい、もしくは視野が広いからぐらいしか説明がつかない。なるほど。なんてこと。一周したのかもしれないです。ごめん、右側に行った人はゲンさんと他にいないんですか。ゲンさんだけでしょ。左、左、左、あ、ナビか。右、右、ナビ、右、ウェポンに行った人いないの。い
いない。珍しいね。あとカフェテリア最後までいたの僕でスナパイさんもいたんですけど、ピカクロさん見てなかったで、僕がもしインポスターだとスナパイさんが結構もう決め打ちで僕疑ってると思うんで。うん、でもスナパイさん見てたんだったらスナパイさんとピカさんがいないとスナパイさんじゃないんじゃない、もしかしたら。いや、わかんない。スナパイさん途中どっか行ったかな。懸念すべきは、例えば、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、ピカクロガサスが最速でストレージ方面抜けてエレクトリカル入りましたとかで、俺とハタサコ君がインポスター同士で殺してるとかはありえるけど、あれ、ハタサコさんの白証明してるのは魚さん？あん。そうですね。そう。魚さんにも興味を見てもらえてると思うんですけど。おー、マジですか。ちょっと入れた。じゃあ、ゲンさん、警戒でお互い近づかないって感じで。はい、了解です。なるべく死にに行くようにします。まあ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 、まあまあ、わかる。わかるが、僕はここは、ずっと期待派だな。あ、抜けたかったな。えいえいえい。次色。ああ、こうあとでやるか。うん、綺麗かな、一番いいのは。じゃあ、水茶。じゃあ、このままいきます。リスクを背負ってまでタスクはしなくてもいいかな。ジロー連れてる進行だし。アドミン見て、O2 いてストレージ2で、ストレージから1人上がってきて、O2 の1も0になったので生きてると思って押しました。ナイスボタンです。はい。一応私は、ゲンさんに入れなかったのが、ゲンさんが黒いというか、他の容疑者もまだあると思ってて、最速魚さん、最速下抜けをピカさんがして、エレクトリカルまでいるのをハタサコさんが殺してるとか可能性もあるので、なんか、ローラーしきれてないのかなと思ったんで、だったらゲンさん残した方がいいかなと思います。畑迫さんさ、はい、前の投票ってどっちに入れてる？文句ゲンさんに入れてます。あ、そうなんだ。俺スキップに入れてる。俺もスキップに入れたんですけど。ですか。あ、畑迫魚の2インポスターを否定したいからその発言をしました。俺が畑迫との2インポスターだった場合って、ゲンさん絶対落としたいからローラー押すかなと。あ、で多分私はあり得るのはそこにインポスターじゃなくて、畑迫さんがインポスターでたまたまスーパーキルができて魚さん目線白くなったかなってパターンです、私の視点では。それだとね、ピカクロスが最初に抜けてるしかないよ。あ、そうそう、最速先行入力抜きで見られてないで下抜けたパターンかな。じゃあ魚さんが見てないとおかしくないですか、それって。でも、畑迫さんはエレクトリカルに魚さんを残して向かわれてるって話が魚さんご自身から出てるので、畑迫さんがブシャって切ったタイミングで魚さんがブーってボタンを押したっていうケースで。でも下通ってないからないよ。下来てないんだもん。そもそもインポスターの視界で下めちゃくちゃいるの分かっててキルするのバケモンですけどね。まあ確かにそれはある。引くぐらいいましたからね。俺が気になってたのはマシャカリさん、スナパイさん見てるのにっていう話が気になるんだけど、マシャカリさんスナパイさんをずっと見てたわけじゃない右の方に行ってんの見て、で僕下降りてアドミンに行って、誰かあのいっぱい人いたんで合流しました。でピカさんは見てないんですか？見てないんすよ、ガチで。まあ、あれそれが結構田中さんのマシャカリさんじゃないですか。ピカさんごめんなさい、がないんじゃないかっていう。マシャカリも殺す。でもまあクールタイムもあるから本当にスーパーキリだと思いますけどね、マシャカリさんの場合も。そう、マシャカリ殺さないっすよ。うん、なんで、ゲンさんは釣らなくていいかなっていうのが私の。一応警戒で、お互い近づかない協定で。うん、了解です。はい。まあ、大丈夫だと思いますけどね。ケアの範囲ですよね、ここは。ここは行った方がいいね。十字合わせだから。おえ、わらふくん。通りが多いところに行きます。オレンジ、茶色、白、黒、緑。茶色、白、黒、緑。
ナイス、よし、アドミン確認してほとんどあの左側でいたんで一回押しました。素晴らしい。7人ぐらいって多分死んでないと思う。はい、はい、じゃあゲンさんが白っぽいなって思った要因一つ話すと、リアクターの真ん中の覚え毛のタスクをさっきも今もやってたんですよ。多分あのボタンを押されて僕も終わってないんで、多分同じ現象が起きてるんだろうなと思ってて、受けただけやって終わりました。その白さがあるなと思いました。まあまあフェイクかもしれないですけど、ね、一応中立的なコメントはしときたいんで、はい、ゲンさんがいるからタスクできねえよってずっと言ってました。そのくらいです。なんかあと1インポスターな気するんですけどね、僕は触れてそうですけどね、なんかそんな気がしますよね、しますね、うん、でしめないし、マシャカリさん、マシャカリさんな気もちょっと警戒します僕は。あーでもなんかマシャさんがやってないもう一個の一郎の可能性は全然ある気がします、はい、それを僕は今じゃあそれならもうゲンさん、マシャカリさんまで通報しちゃってもいいけどな、そこあと多いんだったらね。ちょっと待って、多いんだったらね、ゲンさん違う気がするけど、ね、いやまあでもスーパー薄い魚ハタソコとかもあるから、うん、一応この進行でいいんじゃないですか。押しているサンプリですか、うん。まあ、なんかキルが起こってからでいいかなと思います、うん、っていう気はしてます、ね、はい、わかりました。せっかくタスクもさっさとやっちゃった方が多分そうですね、側にとってはかなりきつい状況だと思うから、うんうん、なんでセントさんとゲンさんに入ってるの。僕ゲンさん入れました。ゲンセントさんに入れてない。一応警戒してるぞという警告を入れました。肝に銘じます。終わらせときたいな。これ何秒かかるんだろう。なるほど。10秒くらいか。ああ、いや、上からもかも。死なないようにしよう。なぜ？あたさこさん怪しくなりそうこれ。はいはい、ロアの左下のタスクで赤が死んでました。で、めっちゃ怪しいじゃないですか俺。そう、エレクトリカル前の通路ではたさこさんがそっちから走ってくるのを見ましたが、一応見にくいタスクの場所なので畑坂さんが見つけられず通過した可能性もあるっていう感じだと思ってます。一旦情報だけ落とさせてください。二人死んでるし。なるほど。センターも死んでる。センターさんがロア。魚さんが死んだと、はい。そうね。魚さんの目撃情報とかないんですか。ね、多分左で僕リアクターで最後魚さんと会ってて、僕おとげやってて終わってみたら魚さんがどっかにイズコに消えてたから多分。じゃあオラフ君はやってなさそうだな。気怪しいじゃん僕。多分頑張れ、サントスさんって僕とアドミンいましたっけ。覚えてないのか。アドミンじゃない。オラフ君、ストレージとコミュニケーション違う、ストレージと廊下のところで、はい、壁をまたいですれ違った、はい、でその後どう行きました。アドミンさんにロアの方行ったって感じ。オラフ君頑張れ。
どのタイミング？コミュニケーション終わった後、ストレージ閉まってたじゃないですか。閉まった。で、あそこで一緒に閉じ込められて、僕アドミンの方行ったんですけど、サントさんってどっち行きました？私コム行った。シールズのタスクやりに行って、その後戻ってきてロアの方で発見してるから。アドミンには行ってないってこと？アドミンは行けない。アドミンは一回も行ってない。僕アドミン見てた時にずっとロアエンジが2位だったんですよ。で気になってて、結構な。それ言われるよな。上書きされてるか。最後まで見ててずっと2位だったんで。なされてたら。ハタサコさんないってことってなったらハタサコさんしかないな。僕がセキュリティの方に行った理由なんですけど、アドミンいて、ゲンさんがダウンロードタスクをやってるの見てるんで、ドア閉まってることをサボタージュがなってる際言えば焦ってくれてます、はい、で、セキュリティのカメラがついてったんですよ。で、コムサボが終わった瞬間ぐらいに、ね、セキュリティのカメラがの電気が切れて、で見に行って、セキュリティ見に行って死体がなくて、あ、なかったんだと思ってストレージの方に行ってたって感じなんですよ、今の経緯を言うと。いや、これ二度見たら結構やばいぞ。そう、それあーやばい、怖い。押しましょう、頑張って。押しましょう。やばい、ゲン押してます。あー、もう押しました。緊急タスクいきます。あ、起きたぞ、はい、来ましたね、これは大変だ大変だ。あ、マシャカリさんも離れるのかな。おやおや、あー大変だ。あ、わかった、押してなかった。押してると思った。ナイス、ゲンだけで全然足りるのに今のサボ。まあでもこのタスクの途中だったのはこうなしたな。そうです、ね、一応僕が直したと思ってはいるんですけど、今のコミュサボ、まあそんなに、そんなに違うかな。でも多分これは直せるタスクだった。ドアのことを言うか、オラフ君が番組にもちょっとメイヤさんのことを、まあ、いい、僕のことを思い出してくれれば。あの1個いいですか、ね、はいはいはい、あ、すみません、サントスさんってセンターさんの下にどこで見つけました？ドアの左下、タスクやるとこ。畑坂さんどっちかって考えてるっぽいね。あ、ゲンです。オラフさんのさっきのロア左、ロアに2がずっとあったって話なんですけど、はい、あの時ってドア閉まってましたっけ？なんかいろんなとこかかってしまったじゃないですか。ロアの扉閉まってました。あ、僕は分からないですね。アドミンしか見てない。私ね、ストレージかエレクトリカルの前の通路かなんかに閉じ込められちゃったんですよね。はい、はい。その時一気閉めした、全部閉めたんじゃないかなと思ってリンボスボタン。ああ、なるほど、なるほど。で、お、まあ、その時、まあ、その、うん。で、私が言ったのはですね、エレクトリカルに私が一人で入って、残りお三方ぐらいがリアクターに行かれた時期で。それで畑坂さん思い出せ。前半リアクター最初のリアクターですね。直したお三方の方のどなたかが下に行ってザシュってやったのかなってちょっと思ってます、ね。お、多分マシャカリ。思い出せ。二つヒントがある。オラフ君と畑坂さんへのヒントが出た。サントスさんが後から来たよね。だからみんな来てんじゃないかな、リアクターの方。はい、私以外ほぼ多分皆さん行ってるんですよね。じゃあ原産100無理じゃない。まあ、ただ単独行動だったので、そのそ、まあ、もう一人でしたみたいな服なかはないです。センターさんは僕、ストレージぐらいで見てるんですよね、リアクター終わった。あのね、俺ね、そう、違う違う、リアクターの後に、ロアエンジンの下のタスクやって、アップエンジンの下のタスクやってるから、その時はセンターさんの下にないから、見てますよ、ね、後だと思う。それで分かってるんじゃない？見てるんですよ、ね、それで分かっただけでも、じゃあだいぶ。で、どうする？ケア。いや、僕、畑坂さん。いやー、まあ、僕かなり怪しいからしょうがないと思うんですけど、サントスさん、あのそのロア2があったって情報があるんだったら、サントスさんのセルフはないという人だけしたいですね。 あとマシャさんがわざわざ押してるから、マシャさんは白い。いやー、わからんで、僕目線、ゲンさんもあのアドミンにいたんで難しいと思います。あ、いや、これ2ロー残ってたら、2ロー残ったら、あの1キルで終わっちゃうんで気をつけてください。気をつけてくださいっていうか、やばいな。誰に殺されたんだ、セタさん。はい、いい感じかな。とか感じだけどね。なかなか詰め切れないような感じでしたね。僕が死体を全する人せいで。いや、しょうがないっすね。閉じ込められてたもんね、あそこさん。閉じ込められると扉の外に行くことに意識が集中しちゃいますよね。そうそうなんですよね。殺されるかなってむしろ思いましたもん。いいとは知った。オラフさんがマップ見てたのもそのタイミングだったんですよね、確か。タイミングとしては、ね、そのちょっとアドミン、畑坂さんが入ったぐらいで確か見てたはずなんで、最終目撃がオラフくんなんだよな、勝つ。そうなんですよね。と、ここでボタン押し
ました。おお、これは最低一郎落ちてそうです。落ちてそうっすね、これ。どっちで釣れたんだろう。二郎残りなら団子の時にザシュってやって終わりなんで。てかそもそも、いや僕マシャカリさんあると思うんですけどね、こうなったら。ないえ、何？いや分かる分かる分かる。畑迫さんじゃなかった時がマシャカリさんの可能性あるから。はい、あるある。初日のキルも別に釣れなかったマシャカリさんに釣れは良かったのに。それはあるある。ゲンさん白起きしたらもうそこはゲンさん釣るべきじゃないですよ。それマシャカリさんにも言えるけどな。ゲンさんはな、あーでもスナパイさんが白の場合ゲンさんは一応ある位置にはなるけど、まずゲンさんはないの議論に僕はないと思っちゃって、ゲンハタサだってこと。いやそれはの可能ないなスナパイさんとゲンとしてはあの、はい、もう亡くなられましたけどセンターさん白だったわけじゃないですか、うん、でセンターさんのフィーリーのスナパイさんが黒だった理由の一個が、あのスナパイさんがカフェテレにしたい絶対ない前提でボタンを押してるっていう話があって、素晴らしい。マシャカリさんもその情報のまあ一部にはなってるわけですよね。素晴らしい。だからまあここの二郎は結構、まああのキルの段階では私は結構脳裏にはありましたけど、気になるのはさ、マシャカリさん視点からスナパイさん白の視点って出てもおかしくないんじゃないかなって思うんだよね。ピカクロスさんだって見てないだから、それは黒いと思ってないですけど、あ、いいですか、あのマシャカリさんってガードミ見てるときに、あの途中から来たと思うんですけど、どこルートでガードミ行きました？だからめっちゃ疑われるから、あのあれなんですよ、はい、リアクター、ロアエンジン、いいね、エレストリカル、ストレージ、アドミン。え、その Q 通路誰かに会いました？全員ってないですよ、ちっちゃえばよかった。あ、一番そうなったら、そうなんだから一番怪しいっすよ。それをと言わなかったのも黒く見えちゃいます、さっき。まあ、そうだよね。俺も自分がインポスターかもしれないと思ってきちゃった。どうしよう。ちゃうんだけどな。自作提案をしよう。違う。だって、俺じゃない。俺、バジ僕じゃないです。いや、ちょっとどうしよう。釣らなくていいと思います。あ、そうそう。たっぷり3つほどなので、ちょっとすみません。一時的にサボタージュガムします。そう。素晴らしい。え、どうすんの？それでほぼ勝てると思う。ちなみに私視点は、オラフさんもできなくはないから。いや、オラフさん違うでしょ。オラフはできないと思う。ここでマシャカリさんがオラフ君直してるから、多分右だけ無理切るが。インポスターならマシャカリさん。頑張れオラフ君。頑張れオラフ君。なるほど。どうなるかなこれは。さ、オツ。オツ。スクが 1.7 ぐらい。うん、まだいけますね。まだチャンスはある。3キロも全然あり得る。はい、サボタージュしないとな。ゲンさんとサントさんが一緒に動いちゃってますね。どっちかがインポスターだったらキルするとこかな。さあ、でもこっちはこっちで固まってる様子。見極めが大事。ですね。ここでオラさんを取りましたね。さあ。これあるな。モンパンがやってる。これありますね。そう、これありますね。で、O2 が鳴りました。時間を稼ぐ。さあ、頑張れ頑張れ。が直して、マシャカリさんが直す。さあ、4人合流。ここでちょっとやばいかなって。うん。いや、いないって気づくタイミングですね。ボタン押そうな気もするけど違うかな、どうだろう。あー残ってるんだったら押したら偉い。押したいとこっすよねこれ。位置が把握できないから押せれば押したいけど押せなさそうですね。やばいな。でも気づきそうですねこれ。気づきそうですね。サントさんこれ気づいたっぽいですね。うん、気づいたっぽいです。あやばい。これはうわこれは勝ったな。これは勝ちましたね。さあ最後見つけることができればサントスさんが、うわあおおあールートが間に合うか。おあ間に合った。あドア指名してあげればよかったのに。うわアドミンの確認のところで死体分かんなかったな。うわこれ、全然わかんねえ。アドミンにあったんすか。アドミンの機体、あの位置確認のとこ。やばい、マシャカリめっちゃ怪しいんじゃない。マシャカリさん上から来なかった。そう、来たよ。このタスクです、ね、いや、できる。別に、だからといってメイヤさんもできる。そうなんすか。ゲンさん、そう、アドミンね、残ってたんだよね。
僕視点をサントスさんか目安さんか全然わかんないですよ。だって右にずっといたから。俺視点サントスさんは無理なんだよ。今のセルフはないだったら無理なんだよ。じゃあ目安さんじゃん。頑張れ。あ、俺視点ね。かけ止まっちゃった。助けやんでもいいぞ。だから、まあ、目安さん視点さん目え？無理。だから私が決めるってことか。多分。サントスさん。どうしよう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 。いや、引っ張ってる人誰なんだ。サントスさんしてどっちも怪しい。俺これが怪しいよな。まずタスクを整理するな。入れ合ってもらっていいですかまず。あ、はい。あ、もう今日成功する方向ね。あ、俺はね、キルするタイミングがないんですよね。どっちか大津側直した？あ、ね、僕一番初め直した。あ、そう、いた。でも俺とゲンさんずっと一緒にいるんだよそこ。マシャカイさん、マシャカイさん番号覚えてる？ラフ君とゲンさん死んじゃってるのかな。0482じゃない？違う。違うか。じゃあ覚えてないわ。ね、聞いて聞いて、俺とゲンさん一緒に行ってんのそこまで。エレクトリカルの前から、ゲンさんと一緒に俺大津まで行ってるから、やれる時間ないんすよ。オラフ君も死んでるでしょ。あのね、マシャカリさんの番号があってたら名屋さんに入れようと思ったら違うんですよね。75160なんですよ。160なんですよ。いや、どっちについても1個あってないから他に直した人がいないから僕で間違えたかも、マジで。それは人によって違うとかないの？いや、分かんない。ま、場所、いや、番号共通のはず、確か。いや、マジ狂うな。人によって違うんだ。マシャカリさんしかないよ。サントさんのセルフはもう追えないし。僕直したもん、だって、オーツ。一番初め直した。殺してから直してる可能性の方が高いです。俺、ゲンさんとずっと一緒にいるから。いや、わかんない。あー、負けた、ごめん。番号にしてしまった。スナパイさん、俺はやりましたよ。そうなんだ。番号、違うんだ。警察の力。マジでごめんなさい、負けた。番号共通じゃなかったっけ？番号で決まる勝負って初めて見たわ。すごい。番号でしょ？すごい。さすがだ。素晴らしい。素晴らしい。やばい。やばい。好きな数字いっちゃったかも。ごめんなさい。あれ、ごめんなさい。まず番号って共通じゃなかったでしたっけ？わかんない。違う。わかんない。それはわかんない。共通じゃないらしい。あの、こっちの下と上、アドミンと2でそれぞれ一緒にはなってるんですが、プレイヤーさんごとで違うっぽいです。そういうことか。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、俺もね、言えばよかった、それ。でも知らないし、ごめんなさい。いやー、ごめんなさい。いや、前のターンで僕がめっちゃマシャカリさんクロックしてしまったんですよね。あれが本当申し訳なかった。いや、違う違う、私が悪い。いやー、私が悪い。申し訳ない。そうですね、まあ、どうもです、どうもです。あの、知らなかったことだからしょうがないと思います。でも、メイヤーさんが、うまかったっすね。あのね、他にね、もう決めれる情報がなかったんですよね。近い位置にはマシャカリさんがいたし、メイヤさんもいたから。なんだよ、ごめんね。ほんとごめんなさい。マシャカリさんのドア閉めとかがもうめちゃくちゃ近かった。でも、あんなに元気よく、あんなに元気よく違う番号言わねえよな。ちなみに今僕のコーンのコメントは04443でしたっていう微妙にそのとおり。間違ってる。僕の元々のやつも間違ってる。いや、でもね、04482、違うっていう流れ最高だね。すごいですね。順番までよかったです。まあでも、しか要素がなかったぐらい、そこまで合ってたんだ。上手でしたね。どっちみち、あの、負けてましたね。あの、ドア閉めがあれば多分。そうですね。どっちみちもう一切りでクールダウン負けてて終わってたんで。最後のストレージは閉められなかった。いや、スナパイさんでも本当ありがとうございました。そっか。あの、クールダウンか。オラフさんの下に、うん、あのストレージ右下にあったんですよね。そう、ゴミ捨てが先に見つかってもまた。ごめんなさい。一応でも全部ね、いや、マシャさん悪くない、悪くない。私が悪いから。じゃあ僕がね、アドミン早く行って見つけていればね、疑いそうなんだよね。あ、まあ、そうね。先にね。あ、そうっすね。それはしてくれたらいや、まあ、いや、でも、仕方ないと思うけど、怖くて。アドミン行ったらキレされる可能性もあるから見れないと結果論ではある、結果論ではあるよ。うまかったですよ。インポスターうまかったですね。いやー、皆さんうまかった、うまかった。いやー、申し訳ねー。番号面白かった。一番気持ちに面白かったのは、旗底さんがロアエンジンに閉じ込められてる時、その時点でもうすでに死体があるんだ。そうあるんだ。だけど扉が閉まってると扉の外に意識いくかなと。あー、ドア閉めうまかったっすね。2キルが起こったから、インポスターいるんじゃないかって5人させたのが結構強かったような気がするんだけど、だから旗底くん多分連れてると思うんだよね。そう、2人が怖いって話になりましたからね。初めてボタン聞かれてめちゃくちゃ面白かった。番号いや、仕様を勘違いしました。これめっちゃ面白かったっす。めっちゃ多分ね、それってみんな一緒なのとか言って、俺が発明出しちゃうっていう。即答で違うっていうの。しかも自信満々に言ってるやつも間違ってるっていう。こっちも間違ってた。めっちゃ面白かったな。手震えたわ。これはインポスターうまいな。
うまかったですね。いや、宮さんごめんね、とりあえず。いやいや、全然全然、頑張ろうと思う。マジでピカさん、ちょっと見えてるかなかったのすごいな。そもそもの話として。全員下行ったの見てから殺しました。そう、ピカクロスはカフェテリアにいたんですよ、実は。え、カフェテリアの右上のタスクを終わらせた後、ちょっと真ん中で椅子座って休憩しようと思ったら、スナパイさんが来て、あ、一緒に休憩してますって、ニコニコぐるぐる回ったら、プチュッてなれて、わーってなって。でも、オラフさんってストレージの右下ってコメントがあるけど。あ、右下ですよ。右下の下のところでやられました。オラフさん、ごめんね、暗くなっちゃった。アドミン側に最短でされたんで、ミスター。もう申し訳なかった。いやいや、面白かった。サントスさんが見つけるかどうかって感じでしたね、霊界的には。ストレージ1をね、アドミンで見たんですけども、そう右下までケアしに行けなかったんだよな、申し訳ね。いや、面白かったっすね。いや、面白い。いや、面白かったです。面白かったっすね。いや、いい試合だった。いい試合でした。うん、残り、あの9人段階で1人でも勝てるんだぞっていうのがよくわかりましたね。すごいっすね。本当に、最速でね、だって、追放してますから。議論もうまかったっすね、皆さん。いや、うまかったっすね。あの、ボタンとかで、ね、多分、時間消費させてもしたんでしょう。すごいな。私、あの、なんだっけ、オーツ前に、キルされてるっていう、こう、ミスリードを誘ってたというか、オラフ君のキルをね。うん。ね、ありがとうございます。